さて、それでは、こちらの方に電話をいただきながらリクエストナンバー続けてこちらの方、進行していきましょう、札幌からのメッセージ坂間康樹さん、吉田美奈子かけてください。渋いですね、加藤達明さんもそうです。それから、吉田美奈子さんのライブお願いします。富山から来ました須田さん、昨年末のツアーにももちろん行きましたというね、それからですね、これは FF&MM がファックスネームさん、大阪の三浦さん、それから、横浜の幸子さん、他たくさん来ました、吉田美奈子さんはこの曲をお送りします。 Rockabye My Baby。吉田美奈子さんリクエストありがとうございました。どうですか平山さん。やっぱりこう出してる息が全部声になってるっていうすごいボーカリストですよね。あの鍵盤は矢野明子さんがに見えたんですけど、多分矢野さんじゃないですかね、きっと。そうだ、そんな気はしたんですけど、ね、さっきもあの TM の時に後ろでギター弾いてたのがね、はい、ビーズの松本君だったり、ね、はいはいはい、面白いですね、こうしてるんですよね、矢野さんだと思うな、ね。あの吉田美奈子さんは1973年9月のデビューで、その2ヶ月ぐらい後に確かユーミンがデビューして、そうですね、あの吉田さんとそれからユーミンと、あともう一人なんか3人娘的ななんか出方してませんでしたっけ。あと大貫妙子さんなんのかな。そうかな、ね、さて、はい、プリンセスプリンセスなんですけれどもね、栗本直人さん、それから東京に住んでいる正志さん、世田谷区からのリクエスト、誠司さん23歳、ザ・マツヨシさんは22歳、原田邦弘さん、それから伊藤和彦さん、他たくさんのリクエストが来ましたが、限定リクエストの結果出たようです、ね、はい、プリンセスプリンセスはこの曲になりました。お送りしましょう、どうぞ。